プロフェッショナルシュート公式戦東京後楽園ホール、今日が2020年の最初の大会となっております。セミファイナル環太平洋フェザー級チャンピオンシップ3回戦です。挑戦者の中山隆、現在環太平洋2位、チャンピオンは第9代のチャンピオン、防衛2度目の夜を迎えています。さあこの2人があの黄金のベルトをかけて、かつては実況席の佐藤ルミナさんも巻いたあのベルトです。さあ今軽く手を合わせて分かれました。皆さん楽しみな一戦ですね。そうですね。さあ本が鳴った、まずは見ましょう。センターを取ったトーマ、ローから入った中山、ロー返すトーマ、120倍返しを宣言。前日計量でも非常にいいコンディションで仕上がっているというのが見て取れました。両者サルタ選手、いやートーマ選手本当圧ありますよね。圧がそうですね、プレッシャーかけてますね。緊張感 あります。インフィニティの対戦ではやはりトーマが打撃でややイニシアチブを取っていました。ミドル蹴って入って距離が詰まった、大きい。神経戦になってますかね。そうですね、まあ、お互い喧嘩やつなんでね、割と最初の打撃が、まあ、インローだったりと同じの狙ってるんで、はい、どっちが先に仕掛けるかみたいなね、そう神経戦になってますね。うん、オバンド来いよというような感じでしたか。トーマタックル、大事ですよね、お互いにとってね。そうですね、今のでも回す動きがうまかったですね、はい、壁に押し込まれそうだったのをうまくこう回して逆に押し込む体勢だと。離れた、さあ距離、蹴り合いながらあっという間残り2分です。で皆さん本当にお互いの空気が本当にピリピリしてるのが、ね、一発出したらね、まあ、特に、まあ、トーマ選手を打撃で行きたくて中山選手は多分組みたいと思うんですよね、はい、なんでちょっとその蹴りの離れ際にね、うん、こういうところで組まれるのがちょっと多分中山、トーマ選手怖いんでちょっとすごい神経戦になってると思うんですよね。そこにとにかく集中して組ませないと、はい、打撃の際を組ませないっていうのをその神経戦をやってると思いますね。トーマは去年の6月30日大阪大会で高野明を相手に初防衛戦判定で勝利しています。
チャンピオンになったのはおととし2018年、インフィニティリーグ同じく準優勝を分け合ったあの山本健とデリカットのとの壮絶な打ち合い、ナックアウトでチャンピオンになりました。ウーチャー打ち下ろし、かわしたのか。その2人を抑えて優勝したのがこの中山隆、テイクダウンなるか。残り20秒というところだが、縦肘で返す。トーマ下で暴れます、暴れます。立つ立つ、組残り10秒になる。逆に投げ打ったトーマ、1ラウンド終わります。いや、ハラハラしますね全くこの何でしょう、お客さんもこう静まり返るというところですけども、はい、声出してる瞬間に何か起こったらどうなる。そうなんですよ、はい、でお客さんも分かってますね、この攻防の、はい、ただこうお互い出せないんじゃなくて、はい、その神経戦がここで繰り広げられてるっていうのは分かって見てるんでね。いやー、佐藤選手も足の位置、手の位置、出し方、はい、全てになんかこう意味を持たせながら。そうですね、トーマ選手は基本こう真ん中で待ちというかカウンターですよね、はい、入ってくるところ右フックだったり左合わせようとしてて、ただ僕はチャンピオンなんで中山選手が勝ちたいんだったらもうちょい手数出したりとか攻めないとやっぱ勝てないんで、はい、次のラウンドでどう変えていくかですね。挑戦者の中山隆、そしてチャンピオンとしてそれを受け止めるトーマ。セミファイナル環太平洋フェザー級チャンピオンシップ第2ラウンドに入りました。チャンピオンのトーマ、画面右側、さあ1ラウンドではまだすっかり手の内を見せるというところまでは至りませんでしたが、2ラウンドも静かに展開するのか。あと半歩、あと半歩の戦いですかね、ここは。入る、入らないという、うん、でもトーマ選手のプレッシャーかけてる感は、うん、出ましたか、うん、やっぱ倒しても倒れ際の、 あのリカバリーの速さもすごかったんでね、はい、トーマ選手ね、だから、ね、倒してもどうしようっていう、なんかすぐ立たれちゃうっていうなんか不安がちょっと中山選手あるかもしれないですね。ここですよ。あー、すごいな、トーマ選手早いですね。これは中山選手ちょっとプレッシャーですね。これは佐藤選手、はい、まあ、かつて、まあ、スリーパー取られて敗れているというトーマが、はい、とにかくやり込んできた。いや、ディフェンス徹底してますね、うん、ああ絶対いいとこ取らせないっていう。これは中山選手やりづらいですね。とにかく早い対処、はいさあ、そこを切り開いていけるか中山。さあ、第2ラウンドも間もなく残り3分。さあ、相変わらずのプレッシャーはトーマ、チャンピオン。皆さん、これ中山が焦りという部分が感づかれると、そこはね、そうですね、ちょっとまあ焦りっていうか、まあちょっと入りにくいな、どうしようかなとは思ってると思うんですけど、はい、まだ2ラウンドではあります。まだわかんないですよ。でこれ右を振って入る中山選手ね、結構打撃もいけるんで。そうなんです、そう、打撃から、自分の打撃から組み立ったらいいかなと思います。相手の打撃に引きに合わせてタックルしようとしたら、それを対処をものすごくトーマ選手やってるんで、はい、逆にも自分から攻撃仕掛けて打ち合いの中から組みに行くと、その方がいいんじゃないですかね。もちろん
リスクも背負わなきゃいけない。はい、もちろんリスクはあります。はい、カウンター。やっぱり、ね、挑戦者としてそこを一歩、ね、踏み出してほしいですね。さあ、そのプレッシャーはトーマですが、活路を見出せるか。中山やりやや、やや詰まっているか。これチャンスです。どうだ、来た、来る、クダウンには繋がりませんでした。ファイター、試合組んだ、来た、コンタクトがされますね。でも中目筋、今膝良かったじゃないですか。さあ、トーマが左の目でしょうか、コンタクトを外しました。うん、左、少しガードが下がっていますが、詰めます。中山の背中はケージ。さあ、ガードをダランと下げて誘っているのか。お互いにフェイント、左、やはりトーマ反応してるんですよね。タックル来るかもっていう。そうですね、足を飛ばすっていうのは。さあ、2ラウンドが終わろうとする。左を振るった、右、さあ、おー、サイドキック。実況席の田原さん、はい、またもや緊張感、めっちゃ喉乾きますね。この時のインフィニティから僕、あのモブセでちょっと応援させてもらってて、はい、この時の3人すごいモヤモヤしたまんま終わったんですよね。そうですね、この2人とあと山本選手と、うん、でしっかり、まあ、山本選手は東間選手とやって、でこの2人がずっとモヤモヤしてたと思うんで。そうですね、かっちりと今日、ね、白黒つけてもらって。まあ、あの中山にとっては山本健とデリカットでリーグ戦で敗れ、おととしの3月にもフロントスリーバーで敗れという状態で、現在準優勝だった東間がチャンピオンで、優勝だった中山が今日挑戦者。そうですよね、この試合3ラウンドですよね。これで3ラウンド、ラストラウンドです。そうですよね。ただアルミネさん、ここを抜けていかないと世界というところが ね、はい、そうですね、見えてこないんで、はい、お互いもうちょっと。さあ、どうだ、飛び込んでほしいですね。この3ラウンドが世界を切り開くラウンドとなるか。チャンピオンのトーマ、2回目の防衛戦、初めてのタイトル挑戦は中山隆。この環太平洋のベルトでは津田沼道場で田村明俊さんがかつてベルトを巻きました。そのまま世界チャンピオンに駆け上がった先輩がいます。うわ、中山ですが、はい、これはアグレッシブに行けということなんでしょうか。分かんなかったですね。喫緊的ですね。あー、なるほど、うん、タックルからのそこにパンチを出そうとしたトーマ、間合いを詰めます。やはりルミナさん、このラウンドも中山から見るとタックルをどう取れるかという、そうですね、ちょっと違うコンビネ打撃コンビネーションからね、はい、入んないと。これ急に来た、ああいうとこから、ああいうとこから この後膝とかやって、そこからもう一回、まあトーマ選手もやっぱこれはもう本当に練習やり込んでますね。
サーダー選手、これはちょっと東馬からタックル取れるかどうかっていうのはね。そうですね、ただもうちょいしつこくいってもいいかなっていう、はい、もうこれ最終ラウンドで残り3分なんで、そうですね、はい、なんかこのまま終わったら絶対後悔するだろうなっていう、何かこだわりを持って、うん、絶対行った方がいいと思います。その瞬間はどこで訪れるのか。中山隆、ここまで東馬は中山のタックルを切り続けています。そしてうなる左が待っている。第3ラウンドファイナルも折り返しを過ぎました。入れるか中山、打ち切れるか東馬。飛んだか、飛んで右、詰まった、ボディ、ここで来た、どうか、トマ逃げる、離れる、うわトマ選手すごい、全然ここは離れます。皆さん、トマも深追いしないというか、うん、でもいやすごいですね。でも切るのものすごい練習やり込んでますよ。中野選手もね、普通のシングルからの足掛けで、はい、ってなかなかあれ切りづらいんですけどね、あの連絡技をやられると。そして反応よく打撃で押し返してますね、はい、さあ残り1分半を切りました。これもう中野選手行かなきゃ。さあ行けるか、中山隆行けるか。ダッカレフ見られた。さあ1分になりました。残り時間は1分。トーマ選手も行ってほしいですね。これもまだここまでプレッシャーかけてるんで、はい、でタックルも切れてるじゃないですか。やっぱチャンピオンなんで、そこはしっかり見せてもらわないと、はい、中山の引いてないのかトーマ。そしてタックル倒しきれない。この後ですね、ここから撤退。残り30、トーマ来た、残り30秒で動く、潰す、パス、狙う、残り20秒、ボディ、トーマボディ、ここがむしゃらに行く、トップを取り返せるか中山。残りはほとんどないぞ。トーマが打つ、返す中山返す。さあ残り時間ないが終わった。右手を上げてアピールは中山、そして両のカイナを宙に向けて上げたのはトーマ。で皆さん、はい、ダメージという言葉を使うと非常に難しい。難しいですね。ただまあなんか、まあ、空間を制してたのはまあトーマ選手かなと僕は、はい、うわ今のとかも入ってますからね、右クロス聞いてないのかなっていうただ鉄槌の場面ではかなり数を打ったのはトーマでした、うん、それが中山にどうダメージを与えたか、それをジャッジがどう見たか。サウタ選手も難しい判定になるかと。そうですね、出ました。さあどうでしょう。サブリー・トラが3対27、アナ・トーマ、まずはチャンピオン。サブリー・カトータ29対28、アナ・ヤマ、アナ・ヤマ29対28、中山1対1。サブリー・マツオラ29対28、アナ・ヤマ29対28。は最後は中山隆新チャンピオン。勝利した中山隆選手が新チャンピオンになりました。いや難しい判定ですね。自分はトーマ選手かと思いました。まあ僕もちょっといや分かんないですね。でも30
40対27、トーマを支持したのは1人、残り2人は29対28でした。まあ、30対27、どうなんですかね。スプリット2対1、中山隆がこの結果をもって第10代の環太平洋フェザー級チャンピオンとなりました。第10代環太平洋フェザー級チャンピオン中山隆史、記念は2020年1月26日東京都後楽園ホールにて行われた環太平洋フェザー級チャンピオンシップにおいてチャンピオン東部と対戦し見事勝利を収めましたので、ここにチャンピオンたることを認定します。2020年1月26日、一般社団法人日本中等協会プロ中等コミッションコミッショナーさんとなります。おめでとうございます。続きまして、チャンピオンベルトを贈ります。2020年1月26日、東京後楽園ホール。環太平洋フェザー級チャンピオンベルトの移動が起こりました。新しいチャンピオン、第10代の環太平洋チャンピオンは、中山隆史です。さあ、で皆さん、はい、まあ、非常に難しい判定になり、どちらともつかないような。そうですね。何とも言えないですね。うん、さて、ただこのハードな、ね、戦いを制したのはやっぱりすごいですよ。フェザー級としては今日を境にまた一つ動きが出ることは間違いないんだと思います。はい、現在世界ランキング中山は8位でした。トーマは環太平チャンピオンで世界2位でした。うん、で環太平のチャンピオンにこの中山つくことになって、3月29日には世界チャンピオン斉藤豊がヤンバンヘルホートとタイトルマッチを、はい、チャンピオンシップを行う。今の世界一はアギーサルダリという名前もあるの で、寒い中ご来場誠にありがとうございます。新チャンピオンの中山です。すいません、あまり激しくもない試合で申し訳なかったんですけど、まずトーマ選手ありがとうございました。2度目の対戦なんですけど受けていただいて本当に感謝してます。ありがとうございます。あとここ今日ごめんなさい、何言おうかどうかいろいろ考えたんですけど、練習支えてくれた練習仲間、家族、関わってくれた全ての人に本当に感謝します。ありがとうございました。本当に仲間を信じるってこういうことなんだなってちょっと最近になって分かってきました。もう30超えてるんですけど、すみません、グダグダとありがとうございました。本当に全ての人に感謝します。あとこのベルト昔田村さんが持ってました。そこにこうしてまた戻すことができてよかったと思います。まだまだやらなきゃいけない相手いっぱいいると思いますけど、シュートは世界一だと思ってるんで引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。今ありがとうございました。太平洋のチャンピオンであり世界チャンピオンでもあった田村明俊さんの姿を捉えていますけれども、いや田原さん、はい、まあ、津田沼道場にベルトを取り返すんだというふうに中山隆史は語ってましたが ね、よかったと思います。今田村さんの肩にこういう絵を見るとすごく良かったなと思いますよね。さあ、そしてこの2020年3月29日には世界戦が予定されております。ただアルミナさん、はい、まあ、世界戦3月にあるということは、まあ、1年間を通してみるとまだまだ動ける、まだまだ何か起こるんじゃないかとファンは、ね、期待するかと思うので、まだまだありますよこれ。ちょっともう本当どうなるか分かんないですよこの回転。ただトーマもこのままでは終わらない。いやいや、だって存在感めちゃめちゃ見せましたからね。まあ、他の選手との絡みでいくと、はい、今年中にまた一山も二山も起こりそうな、はい、これを機にねまたちょっとさらに強くなったトーマ選手見てみたいです。はい、はい、おそらくこのままで終われない。とにもかくにも今日のこのセミファイナルの試合は3ラウンド判定2対1をもって中山隆史が第10代環太平洋フェザー級チャンピオンとなりました。